はい、では寝ます。おやすみなさい。起きてください。今日は抜き打ちで牢屋のチェックをします。やばい。やばい。やばい。わかった。やり過ごす。どうした ?6207 番。牢屋のチェックだ。おとなしくしていろ。殺せ。どうです、ここの牢屋はおかしなところはありませんか。副獄長様、特に問題はなさそうであります。ヒミ6207番、ビルダーのあなたなら地下道くらい掘っていても不思議ではなさそうですが、正直にお答えなさい。何かやましいことはしていませんか。していません。はい。どちらの意味なのです。あなたなんだか怪しいですね。やばい。ま、いいでしょう。抜き打ちチェックはこれでおしまいにします。早く更生にお迎えなさい。わかりました。耐えた。よし。よし。もうこれで今日夜になったら、まあ間違いなく脱獄だね。よし、行こう。うまく抜き打ちチェックとやろう。やり過ごせたんだな。ただあの副獄長とかいうやつ、ずる賢そうで生意気な感じだったら最後まで気を抜くなよ。で、昨日はどこまで進んだんだ。ちゃんと大木槌を仲間にできたのか。ああ、丸め込んだ。はい、すいません。すぐ更生に向かいます。棒を移ってもらう2号棒にお引っ越しだ。そうだね、もう今日しかないね。やるなら今日だ。っていうことは今日の夜中に大木槌に手伝ってもらって地下を掘り進んでもらうっていうわけだね。オッケー。よし、できることはやっておこう。これで3号棒の囚人は揃ったな。昨夜2号棒から、脱獄を企てた者がいる、出た。もちろん途中で捕まえてやったかな。そうだね、昨日はね、外で見つかってたね。罰を受けているだろう。ハーゴン様にを称える悲鳴を上げながら。言っておくが囚人ども、この監獄島からは絶対に逃げられない。今ビルダーの船が海に止めてあるが、それも今日までだ。明日獄長様が直々に破壊してくださる。さあ希望を捨てろ。そして今日も腐った心を破壊すべく更生に励むのだ。はい。船も壊されちゃうから本当は今日中に出なきゃまずい。辺りの雑草を破壊しながら自分自身と向き合うがいい。さあまずはいつものように畑に向かえ。はい。まずいな。ちょっとさ、ちょっと砂が少なくなってきたから、ちょっと砂の補充だけしとくわ。砂補充して、なんかあった時に使うから、ね、砂はマジで。この砂全部取っといてよっ。で、キャベツはもうないんだよな。キャベツないんだよな。うん。それで計画はどこまで進んだんだい。何やら、何から何まで順調なのかい。ふみ、大木槌は仲間にできたか。できたが知性がなくてうまく地下の壁を掘らせられない。うん、そうさね。
教団に駆り出されて神殿を作ってるのを見たことがあって、うん、大木槌たちはハンマーの目印が貼られた壁をひたすら壊していたぞい。ああなるほどね、ここ壊してくれみたいなそのもの目印を作って壁に立て壁に突き刺すのかな。ハンマーシール、ほう、ハンマーシールを作るのじゃ。どうやってよ、どうやってよ。素材は何、素材はハンマーシール余裕で作れる。1でいいかな、20個ぐらい作っとく、うん、よし、ハンマーシールできたぜ。うん、なるほどね。20じゃ足りない気がするな。いや足りるかな。教えを守らず物を作ってる教団員もいる。名前だけはやたらと聞くが、ハーゴンってやつは大したことなさそうだな。むしろハーゴンはもう死んでいると思ってる。そういやエテも前に同じようなこと言ってよかったな。私はこうも思っている。この世界はハーゴンの偽りで塗り固められた世界なんじゃないかなって。てね、ああ自らの血で復活させた破壊神と一緒にロトの三勇者に倒された。うん、私はベルボイって町を出て町の出でね、ある日ロンダルキアって場所に続く山に迷い込んじまった。吹雪の中をさまよっていたら急にどこかで見たような、でも初めて見るような不思議な世界に入り込んでいたのさ。何の話だ、全然ついていけない、ついていけてない。だぞ不死を、うん、うん、いやせっかくだが私は行かないよ。あんたたちの成功はこの監獄島に来る者たちの希望になる。そのためには語り部が必要だからね。なんだこいつは。ビルダーのあんたが剥がしておくれ。まあババアだからな、うん、でもすることないだろババアは。ここにいろ一緒。そしてした俺は棒を移動させられて船も壊されるチャンスは今日しかない。俺は自分の牢の床のを掘れるだけ掘って、地下道につなげておく、掘れない壁はハンマーシールを使って大木槌に掘らせてくれ。さあいよいよ脱獄決行だ。ベンチで夕方になるの待とうで、待とうで。そうか、ねえよな。どうする、夜まで待つか。ハンマーシールもうちょっと作っとくか。よし、30あればいいでしょね。オッケー。よし。うん。どうする？エテ、ベンチに座って、はい、待ちます。ぼーっとします。はい。了解。最後の飯だ。最後の飯。キャベツ。結局一回も飯食えなかったな、シュド。どんばい。多分これ最後だからな。ちょっとこれちょっと料理待ちするわ。食べとこう。
し。でこれも食ってまあまあなんとかって感じだね。よし。けどまあ最終的にはモンバーも連れていくんだろうな。うん、ここにいる人全員連れて、あの空っぽ島に連れていく感じでしょ多分だけど。違うのかな、本当に残るのかな、あのばあちゃん。くう、よし行こう、撤収。よし、今日脱獄。ちょっとこれパクっとシュッ。めちゃめちゃ壁できてますやん。砂のウォールができてますやん。砂のウォールが、あれ邪魔にならなかったらいいけどな。こっち、よし、うん、あ、ちゃんと掘っておけよ指導。脱獄を決行する時がやってきた。さあ、行くぜ。よいしょ。待たせたな、お前ら。うん。ハンマーシールというものを持ってきたぜ。そうだね、ハンマーシールを貼って大きい土地に掘らせるんだ。オッケー。ハンマーシールをでかいでかかった、思ってたより。これをこれ、あ、なるほどね。サイズはこうだけど、壊せる範囲がそういう感じだよってことか。これ土しか無理なのかな、岩とかはさすがにきついんかな。遅いぞ、行って、待ちくたびれたぜ。うん、久しぶりに見たら元気だったか、シロさん。うん、やっぱ無理なんだ。もしかしたらさ、あのハンマーをハンマーを大きい土地に装備させることが今後できるかもしれないね、もしかしたら。よし、ほんで、うん、はい、土の壁を見つけたらハンマーシール貼った。オッケーオッケー、何箇所かあったよね。よし、行こう、調べる。プリッ、あ、もう一回見たやつ、一回見たやつ。どこだったっけ、ちょっと待って、松明を。ここだ。うん。よし。シュッ。どうしよう。こうだな。ここだ。掘り進め。あ、ちょっと待って、殺せ殺せ、やばい、コントローラーの充電が、ちょっと待って、え、あ、ない、ちょっと待って、え、繋がったこれ、繋がったかな、繋がった、大丈夫かな。よし、で開く。何これ、
ガム、ガム、ミントガム、毒消しそう、毒消しそう。別にここ開けなかったら毒になることはなかったのだが、ここもだな。うん、はい。ちょっと待って、整頓して、よし、ここだ。ほれほれ、なんか出てくんだろう。また結構いくね。どんぐらい突き進んでくれんの。めちゃめちゃいくやん、めちゃめちゃいくやん。あら、なんだか水の流れる音がしねえか。こっち、左側、左側、うん、こっち側、ここだ、ここだ。お、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 下水、こんな臭い匂いが懐かしいのか。変わったスライムだな。潮風を感じやす、この先にきっと海がありやす。お、出た出た出たあのドラえもんの、ドラえもんのドンジャラの時のドラえもんのモノマネな、今。出た、したい。ウォーン船長、うわ、見てください、腐った死体でやす。臭い匂いは腐った死体の匂いだったわけか。しかし妙でやすね、どうしてこんな場所に一匹だけ腐った死体がいるんでやす。いや、仲間にしようぜ。仲間にしよう、仲間にしよう。ちょっといつでも仲間できるように。よし、起き上がれよ。お前の名は、お前の名はもう決まっている。いて、やいやいやいや、お、起き上がる、起き上がる。壁にめり込んでる。ひょっとして来た。いやー、来た来た来た、スルスル。うん、いいよ。渡す。はい、来たー、来たー。けどどうしよう、名前決まってるとは言ったものの、こいつはエテポンゲではないからな。タノの腐った死体だからな。知識の帽子かぶってないからな、こいつ。ちょっと待って。スライムの破壊と、ブラウン、大木槌のグリーンで、腐った死体。まあまあ、まあ大体、どうせみんなスミスとか。どうせ、もうどうせみんなドラクエ5の方に引っ張られていってる感じでしょ。どうせだいたいわかる、だいたいそう。もうこれは9割方みんなスミスにしてる。うん、間違いない、それは。ってなわけで、では古事記、お前の名は今日から古事記だ。じゃあ古事記じゃない、古事記だ、こいつは。古事記じゃない、古事記。仲間は仲間だ。全員で出口を探すぞ。オッケー。行くぞ、古事記。ここはどこだ？地
下道って地下下水下水的役割のとこか。まあこっちだろうな。なんかありそう。特に何もない。うるせえ、外がうるせえもん。絶対これ音拾ってるよな。上にもなんかありそうだよな。特に何があるってわけではないか。部屋が入ってるってわけでもないもんな。全部壁だもんな。うわあ、どうしよう。あ、ちょっと待って。まあ普通にあそこ行くしかないよな。けど待って、すぐそこ外じゃない？副国長、おほほに6207番6208番、ようやくここまで来ましたか。筒抜けだったのか、もしかして。こいつは確か、この島の副国長、まさかバレてやがったのか。その通りです。あなたたちの計画は分かっていました。知っていて泳がせていたのです。こいつあれだな、ペガサスだな。 VC ペガサスだな。ギリギリのところまで成功させて、一気にドドンと絶望に落とすのです。脱獄に失敗したとなれば、この監獄島の評判はより高まるのです。ユーギボーイ、昔使っていたあの牢屋を6207番にあてがったんです。はい、さあこれであなたたちは用済みです。おとなしくやられちゃってください。小敷どうした、どうした小敷。おっしゃ、袋じゃ、殺せ。おっしゃ、いけ、リーダーさえ殺してしまえば、殴れ。武器が欲しい。殴れ。ボコじゃ、こんなやつ。ボコせ。全員で顎狙っていいか。顎の先殴って、脳揺らせ、脳。痛い。てか、なんかそこら辺の石投げた方が強いんじゃないか説。よし、いける。いけ。食らわない。よし、弱。うん、ミルディアスエティさん、何。あ、全部戻ってきた。よし、得て、ハンマーを装備した。オッケー。よっしゃ、全部戻ってきた。きた。やった。よし、行こう。ここだね。まあ、もう土壊さなくても、多分ここも壊せるんだよね。ここもらってっていい？ここ。いやここきれいに開けとこう。よし、よし。船がなくないけど、まあそうか、すぐそこに船がね用意されてるわけないか。こっからまず船探しに行かないとね。喜ぶのはまだ早い。あるじゃん。よし、とっととトンズラこくぜ。おう、
よし、行くぞ。トンズラ国勢。向こう何もないよな。よしよし。いやーもうこの壊せるってだけでね、こんなに楽、楽すぎて。マントもあるし、マントもあるしよ。あ、ワカメ、ワカメも久しぶりに取れるし、ワカメ久しぶりに取れるし、石も壊せるし、最高だぜ。何これ、何これ、なんかの、あ、船の跡地的な感じかな。星のかけら。よっしゃ、行こうか。ちょっとあれだけど、囚人たちには悪いけど、一足先におさらばさせてもらおう。うん。よし、お前たちも一緒に来い。みんな俺たちの島で面倒を見てやる。ガレルル。あんたそんな目と耳とベルトのくせに意外と優しいんだな。そうなんだよ。こいつマジ根はいいやつなんだよ。こいつは。はい。けどせっかくだが、俺様こ、なんで？なんで？バカなの？なんでよ、来いよ一緒に。せっかく魔物を連れて歩けると思ったのに、来てよ、来いよ、こうじき。この野郎。あ、大木槌もめっちゃ手伝ってくれるんだ。いい、ちょ、来いってお前も、一緒に行こうぜ。しゃあないか。はい。時々聞こえる声といい、ひょっとすると俺は、考えるな、シロ。考えるんじゃない。モンバーのことは俺様たちで面倒見るぜ。いや、むしろいつか全員脱獄させてやるさ。今これ装備戻ったからさ、血祭りにあげに行ってもいいよ。ぶち壊しに行こうぜ。せめて大木槌お前だけは来い。あー、バイバイ。いや、どっかで違う、もっと強い大木槌仲間にするし。トゲコンボを仲間にするしな。よし、監獄島編クリアかな、これで。あ、そうだ、こっちが大変な状況だったんだった。忘れてた。ルル、どれだけ待ったと思ってるの。バカバカ、二人まで教団にやられたかと思って。ルルルル。みんな大丈夫なのかな。力は大きくないです、ないです。よし。あんなに長い間どこで何をしていたの。それは言えない、それは言えない。何うん、せっかくルルたちだけなんだし、3人だけでパーティーを開かない？こっちをルルについてきて。怪しい。
怪しくないか、ちょっとなんか、ちょっと怪しくないか。手紙は来てない。なんか怪しくないか。これは現実かなんかにかけられてんじゃないか、これ。よよ。そうだね、最初に出会ったのここだからね。出所祝い。うん。パーティーできる設計図。海の中でパーティーをしたらどうかって思うの。どう、気持ちよさそうでしょ。あの水はしょっぱいから苦手なんだ。仕方ない、せめてオッカムルでお前が作った水が出る丸いやつを置いてやれよ。あー、なるほどね。なんかよくわかんないけど、パーティー会場を作るみたいです。よし、パーティー台。ほう、木材系か。オッケーオッケー。うん、はい。ここ削って、削りすぎた。こうして木材の、ちょっと待って、全部しまう、整頓じゃ。あ、木はいっぱいあるからね。はい、違う。ここまでか。通路が木か。足りた。で、赤じゅう、絨毯、普通に絨毯8、絨毯が8、絨毯持ってねえよな。ブロック、ちょっとこれを作る。絨毯をこう。絨毯を真ん中に三で、周りに木。ん？いい感じに設計図ができてきたわね。うん。なんだよ急に。ルル、少し心配なの。あなた最近ぼんやりした夜中、うなされたりしてるでしょ。なんで？怪しい。何者なんだ？もしかしてルルとシドってなんだろう？一緒？一緒なんかな？なんか、なんだろう？よくわかんなくなってきた。なんか分裂したみたいな、なんかあるじゃん。分裂した的なやつかな。あの、悪しき心と悪しくない心みたいな、よくあるやつ。お、あ、ここ違うんだ。こうして、で木の階段、おしゃれテーブル、丸太椅子、噴水、人形、焚き火。テーブルまず置くか。テーブル、こうで、人形ここ？違う。ん？手前か？違う。あれ？よし、ここで噴水1、2、3、4、階段設置して、で焚き火を稼働。おっしゃい。
ほれどうじゃ。いいねいいね、おしゃれだね。なんかシンプルだけどおしゃれだね。うん、どうして急にパーティーなんだよ言い出したんだよ。確かにルルは何もしてないもんな何もしてないっていう言い方はあれだけど、参加できてないからな、いろいろと。うん、じゃじゃーん、ケーキやんじゃん。生臭いな桃貝の匂いよ。生地に桃貝を練り込んでスライムの油と軍隊ガニの目玉、そこに土をちょっぴり入れて舐めてんのかこいつ。なんで土入れてんだよバカか。まあ食うよ、うん、言いつつね、ルルちゃん可愛いからね。逃げられない、全部食え。シドは混乱している。こうやって3人でパーティーっていうのも悪くないな。ルルの桃貝ケーキ絶品よね。味見はしてないけど、今ね第2弾として大なめくじとアリを使ったプリンを考え中なのやめろ、やめてくれ。もうおかわり？ふと思ったんだ、お前たちといつまで一緒にいられるのかって。ずっとって言ったでしょ。もしもだ、この先俺に何かあったらお前がぶん殴って俺の目を覚まさせてくれ。いいか、約束だぞ。当然だ、俺たちはもう仲間、いや兄弟だろ。あ、みんな来た。水臭いっすよ。俺たちだって参加したいっす。一緒にパーティーしたいっすよ。したいっすよ。なんじゃ楽しそうじゃの。わしも混ぜてほしいぞい。俺たちも乱入するぜ。俺たちの宴はこれからだ。その夜、エテとシドの生還を祝う宴が開かれた。桃貝ケーキにある者は絶叫し、ある者はそっとし、宴はいつ終わるともなく続いた。島の仲間たちは吐き気を催しながら、みんなで島を開拓していく決意を新たにしたのであった。シドはエテと共に笑いながらも、その目はどこか塞ぎがちだった。やばい、シドが気づき始めている。おお、起きたかエテ。昨日は悪くない夜だったな。お前顔が真っ青だ食ったよ、昨日土の入ったケーキ。そうだね、ピラミッドとオアシスを完成させるんだよね、とりあえず。ケーキセット、よっしゃ。まあ一旦ここで区切っとくかな。うん、ということで次回はピラミッド作りとオアシス作りの途中からと、あとね、その他の島のそのなんかチェックできる島があるじゃない、そこのチェックを終わらしちゃいたいなと。まだ行ってない島も何個かあるから、そのハートを使って行ける島、そこもパパパパッとやって素材集めれればなと思います。はい、では、今日はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。